ここに決まりね。バッチリ絶好調だよ。ここに決まりね。
いつでも行けるわ。もらった、もらった、もらったわ。くらいなさい。私の相手は10年。これでもっとイライラできるようになるね。あなたまで心当たりもなしに歩き回ってたとは思わなかったわ。笑ってごまかすんじゃないの。まあまあ愛ちゃん、あてもなくさまよってたのは私たちだって同じだし。まあね、それでも私たちはブルルートには会えたけど、メガドライブちゃんもどこかでお昼寝してるのかな。少なくとも道端ではしてないでしょうね。道端でお昼寝。ふぅ、すっごいあくび。あれだけ寝てまだ眠いの？だって疲れちゃったし、うつらうつら。いいなぁ、ブルルン。むしろ3人乗せて走ってる私の方がお昼寝する権利があると思うんだけど。やめてやめて、運転手じゃなくてバイクの方が居眠り運転なんてシャレになんないよ。そもそもネプコって寝るの？バイクなのに。ああ、どうなんだろう。バイクになってから私寝てたっけ。ふにゃ。こっちはこっちで完全に寝ちゃったね。私たちも少し休みましょうか。だいぶ長いこと探し回ってるし。私は全然疲れてないけど。セガミーは稼働時間長いよね。じゃあ適当なとこで泊まるよ。しかしこのままじゃ拉致が開かないわよね。全然人も見かけないし。
探してもらおうってのは。考えなしに適当に言ってるでしょう。そんなことないよ。ちゃんと考えて。あ、それ悪くないかも。セガミに賛同してくれた。これでガツる。セガミまで。それじゃあどうやって探してもらうっていうのよ。大音量でクラクション鳴らしながら走り回るとか。そんな痛い珍相談みたいな真似、私のバイクにさせるの。いいじゃない、今はポンコツバイクなんだし。やってみる？やっちゃっていい？好きにすれば。そんじゃ行くよ。バイク、愉快な音出すんだね。これはポンコツバイクでしょ。私のバイクじゃないわよ。ネプちゃん、うるさいよ。ちょっと引き継ぎ。よし、もう一回。すー、まだやるの？もうどうでもいいけど。待って、ネプコ。何アイちゃんって。そこ別に口じゃないから、抑えられても普通に喋れるんだけど。そういや君、どこから声出してるの？そりゃもう自分でもわからない神秘のメカニズムだよ。謎が多いよね、君の体。静かにして、誰か来るわ。もしかしてあれが。誰か？あ！あにゃあ。え？ご無沙汰だな、女神フルルート。そちらの方々はお初にお目にかかる。君はメガドライブ。やはり私のことを知っているようだね。私は君たちのことは知らないが。すごいね、本当に出てくるなんて。私と作戦大当たりだよ。さすがにただの偶然だと思いたいけど。メガドライブちゃんだ。やっと会えた。まずはこちらの方々と話をさせてほしい。冷たい。どうして私のことを知っているんだ？この姿は限られた人の前にしか見せていないはずなんだが。それは、わからないけど知ってるんだよ。なるほど、言えないような事情があるということか。なんか誤解招いてるわよ。言い方は間違えちゃったかな。でも本当のことだし。私ともおしゃべりしようよ。私もっとメガドライブちゃんと仲良くなりたい。私とプルルートの関係についても把握しているのか？詳しくは知らないけど、もう争うような間柄なのかな。それだけ知っていれば十分だ。それを承知の上で、君たちはプルルートに組みすることを選んだと。違うよ。私はただこの子と一緒に君を探してただけで。セガミ、勝手にドツボにはまってるね。意外と地雷体質なのよね、セガミも。メガドライブちゃんってば。あたしともお話。
女神についてはどう扱っていいものか考えあぐねていた。あんなことがあったとはいえ、しばらくは静観するつもりだった。だが下手に勢力をつけられると泳がせておくこともできない。ならばここでまとめて消えてもらう。全然お話ししてくれない。ちょっと何武器構えてるの。はい、相手完全に戦闘モード入りました。完全な勘違いで戦うのは勘弁よね。逃げられると思う？私の脚力をもってしても難しいんじゃないかな。軽い女の子でも3人も乗せちゃうと特に。まあそうなるわよね。仕方ない。とりあえずお互い死なない程度に気をつけましょう。君たちまでやる気にならないでよ。メガドライブお願いだから話を。悪いが聞く耳は貸せない。覚悟を決めてもらおう。ちょっと待って。強敵登場だね。さてどうしたものかしらね。そこ！しまった。魔界将ご縁。ふむ、私の番だな。召喚術式で型をつける。終わりだ。どうしたものかしらね。真の力解放するわ。すべてを焼き尽くす禁忌の炎。ここは任せ。これは痛いぞ。よし、やるよ。
私の番だな。ギターはやめてほしいかも。ここで秘密道具だよ。ここでの最適種は手ごわい相手だったよ。悪くないわね。ありがとう。悪くないレベルアップ。な、強い。ほとんど手加減なんてできなかったわね。さすがはセハンガールってとこかしら。もうこっちは戦うつもりなんかなかったのに、いきなり攻撃してくるから悪いんだよ。十分正気があると踏んでいたんだが、おかしな術でも使われたかな。と私おかしな術でも使われたかな。特にそこの君に。なぜか君には本気で攻撃するのをためらってしまった。面識もないのに実に不思議な感覚だったよ。どういうからくりなんだ。私は何もしてないよ。でも前にも誰かそんなことを言ってたような。聞いたところで答えてもらえるとは思っていないけどね。今日のところは旗色が悪いようだ。出直すとしよう。ああ、待って。こうして敵意を見せてしまった以上、近いうちに決着はつけさせてもらう。女神プルルート、君の存在を後世に残すわけにはいかない。消えたわね。なんでなの。やっと会えたのに戦いになったり、いきなり消えたり。全然お話できなかった。終わったのかな。バイクの身としては戦闘イベントはどうにも口を挟みづらいよ。ねえねえブルブン、主にブルルンが恨まれてるっぽかったけど、なんか粗相でもしちゃったのかな。粗相なんてしてないよ。あなたは前にも会ってるのよね。その時はどんな感じだったの。前はメガドライブちゃんの方から会いに来てくれて、二人で楽しくおしゃべりして、それだけ。それだけ。本当に。本当だよ。怪しいな。あのメガドライブはそこまで怒ってたんだよ。何かしちゃったんじゃないの。その口に出せないようなこととか。口に出せないって、例えば。だからそれは口に出せないの。セガミー赤くなってる。恥ずかしいなら最初から言わなきゃいいのに。赤くなんかなってないし、恥ずかしいことも考えてないし。まああんまりブルルを責めてもかわいそうだよ。本当に心当たりないっぽいし。そうね、私的には知らなくてもいいことだし。私は知りたいよ、ものすごく。セガミン興味津々だね。そういうお年頃なのかな。そういう言い方しないでよ。本当に違うからね。はいはい、私も知りたい。君まで
乗っかってこないでよ。あらかうのもそのくらいにしときなさい。さて、これからどうしようかしら。私はもう一度メガドライブに会いに行くよ。それで争いをやめさせる。そう言うと思ってたけどね。まあ止めるかどうかはともかく、二人の決着自体は観測しとかないとなのよね。じゃあこのままプルルンと同行でいいのかな。ねえ、あの言い方だと向こうから接触してくるでしょうし。私と一緒？迷惑だって言われてもついてくよ、絶対に。ううん、迷惑じゃない、嬉しい。一人だとつまんないし、すぐ眠くなっちゃうし。全員ノーダメージね。